い、来ました。お答えをいただけませんでした。クーガの第2弾でございます。まあ、これはね、もう新しいから。フォーゼ。そんな大きいっすよ。うん。お、これはエグゼイドかな。違った、オーズだ。5種類でいいよ、もう。5カラーで。あとね、青と赤と紫。よし、いいぞ。すごいぞ。うん。引きがいい。カブトだ。カブト欲しい。あれそれって要じゃないの？違う、あれだよ、水島ヒロ。お、来た来たぞ、リーチゲーマドライバー。あと何色？ビルド、青。青が出れば青上にいる大当たり、うん、あー兜被ったから OK。 あと他のはね、見えないんだよね。兜だけこうこんにちはってしてる。そんなこと言ったらカブト。カブトばっかり。うわ、やべえぞ。やべえぞ。急に山になってきてる。いや、だってここに青いっぱいあるもん。やべえぞ。あ、もうやべえぞ。お金なくなっちゃうぞ。ゲーマードライバーでしょ。エグゼイドでいいや。よし、よかった。じゃあレビューします。はい、じゃあ見ていきましょう。全5種ということで、こちらですね、5種類カプセル5種5色、かぶったのはカブトとエグゼイドがこんなか、この個数かぶりました。10回やっちゃったからね、10回も。じゃあまずやっぱカブトからいきましょう。これ説明書ついてないので、あの自分でね組むしかない。インターネット持ってない人は、そんな人はもうこの世の中にはいないとは思いますけども。カブトゼクターいいね、綺麗だね。これ CSM なんじゃねって思っちゃうぐらいすごい綺麗なんですけど、どうなんでしょうね。あとでアウトでもしっかり撮ります。岩下スティーブンさんだったかな、サムネがすごい綺麗だったよね。あの第1弾とも並べてあってさ、パッケージいいね、裏面もいいね。バーコード書いてくれれば嬉しかったけどね、さすがにそれはないか。さあ、じゃあ挟んでみる？パッケージに入れてみる？あ、そうだ、これこのね、薄っぺらシートね、保護シートがついてるから剥がせるんですよね。なかなか、はい、ペリッと。おお、エクセレント。クーガもこうであってほしかった望み、エクセレントです。これは素晴らしい。さあ緑開けましょう。オーズ You got me a swat to a three like or so because coming オーズ。まあこういうタイプだともうさ、箱単体とベルトだけだから楽だよね。組み立てもないし、すんごい。むしろこれは中には入れないでもう出しておきましょうね。そしたら取りやすいし。さあオレンジフォーゼ、おおおおお、10周年やばいね。フォーゼ10周年って、はあ、なんかでもまあた、まあそんだけ経つかって感じもするけど。おお、フォーゼドライバーすごいな。分厚さもしっかり再現されてます、このでデラックスのこのサイズ感。青、これがビルド、
ビルドドライバーですね。結構新しめですね、みんなね、もうね。響きとか出たら嬉しいけど。ベルトと音差で。まあ絶対音差だけだと思うけど。かわいい。ラビット。ベストマッチ。最後、紫はエグゼイドでございます。あ、懐かしい。ああ、すごくいい。じゃあアウトでちょっと見ていきましょう。はい、ということでこんな感じですね。ピンズ自体は本当このオーズドライバーのコアメダルとかデラックス版再現しすぎてて、中の基板まで見えちゃってるからね、すごいよね。だこういうのを再現しすぎた結果、クーガは当時品のもう新品ではない中古がねプリントされてしまうという。で、兜はこんな感じ。中のね、このゼクターのとことかもすごい綺麗だし、ハゲの部分が見当たらないぐらい綺麗。もうちょっとしっかりね、これ多分なると思うけど、とりあえずこんな感じです。すごいよね、文字までもうこの感じも全部一緒、側面も素晴らしい。オーズドライバーで分厚さもね、全部ちょっとずつ違うんですよね。このフォーゼが特に分厚い。オーズは結構細身なんですよね。タカトラバタタトバタトバタトバビン。フォーゼドライバーは分厚いんだよね。3、2、1。でもやっぱバーコードがないとちょっと寂しいよね。でもバンダイ表記はしっかりあるっていうね。おう、軽い、すごい。空だもんね、中ね、ただの。はい、ということでこれで10個か。まあ平成ライダーで言ったら9個だけど、前は1号もあったからね。まあどんどんこれは多分出るでしょう。期待します。それではまた明日。